こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回もこの救援初夢新年おめでとう北斗ガチャ追加いきたいと思います。で、少し考えまして、前回の動画からほとんど間空いてないです。とりあえずもう50連プッシュして、で、PR と R の数、もしくは SR の北斗くん、追加で何枚も出るようだったら、もう45までぶっぱしようかと思います。で、今回の50連で、まあ、PR もそんなに出ないし、R 数出たけど、まあ、PR の解放も進まないという感じであれば、ちょっとまた再考してというところですね。本当に北斗くんの強さは、本当に騎馬静か見た時くらいの衝撃あったので、それは言い過ぎかな。でもそれくらい、こいつ強いなという感じの衝撃を受けてます。で、試合経験点も持っていて、おそらく、今後の、まあ、イベキャラの先駆けじゃないですけど、なんかよりいいテーブルと無駄のないコツのイベキャラの先駆けだと思うんですよ、こいつは。で、なんだろうな、今回は入手がしやすいと。一人しか出ないんで、ピックアップのキャラが。他もされてますが、こいつが十何倍かな？ちょっと待ってください。再確認しましょう。こいつが、10倍以上で他のキャラより出るので、レアリティがね。うん、ここで上げておけば、まあ、かなり、後々楽になるんじゃないかなと、いうところで考えています。なので、もう本当に、本当、騎馬静か以来だな。本気出そうかなと思ってるの。あの時以来、まあ、静かに細々やっていたんですが、このガチャはちょっと違うなと。特に金ゲーも3枚もらえて、まあ、金ゲーは、まあ、本当におまけ程度ですけど、金ゲーももらえて、SR 以上の出現率アップと。前回は全く感じられなかったんですが、正直なところ。そろそろ確率も収束してきてくれるかなというところで、もう本当にいい年越しさせてくれという感じですね。今は R と PR3 枚ずつかな。手持ちにあるので、もうちょっと R がたくさん出てくれたり、PR がたくさん出てくれれば、少しずつヤクモくんに食べさせて様子見てっていう感じで考えてます。いやほんと PR、そうだな、PR の確率アップしないんでね、こっちは。SR のヤクモが2枚3枚バンバン出てくれたら、もう迷うことなくいけますと。いう感じではありますね。いきましょうか。頼むで、マジで。とりあえず SR 出ようぜ。おっ、これはルーでいましたね。炎、くそーくそー炎、ヤクモ、ヤクモ、ヤクモ。あ、なんだこいつ。アヒルくん来た。パピヨンとか持ってなかったか。引き足りないな、本当に。本当にこういうニューとか出ると、ああ、本当引き足りないなって感じしますね。パピヨン強いです。コツが伸びだけで、SR だとコントロールのコツかなが一緒についてきますと。非常に使いやすいキャラの一人だと思います。特に、エピローグもあるんでね、SR だと。本当に、カピオン使ってあげてくださいと。もし引かれた方はね。で、俺はそんなのどっちでもいいんだ、今は。ヤクモちゃん。1枚もいないやんけ。1枚もいないどころか、なんか丹波ガチャみたいになってる。なんか精度めっちゃ出ますね。
まあ、樽本が結構嬉しいですね。樽本の上限解放進めばかなり嬉しいなというところと、パピオンは SR もいないんでね、正直まあ、どうだろうなというところでしたね。で、パピオンと、あとはつくもとかがこの中だと使えそうな感じしますね。流し、ハイボ、レーザービーム。で、初期評価が高いテーブルで、筋力ボーナス、肩と。友沢なんかと、噛み合わせるとかなり強いんじゃないかな、というところですね。これで60連して、SR1? あれ 出現率アップ、収束、早よ。本当に、早って感じ。いきましょう。アップしてる？本当に。出ないんだけど、一切。黄色いんだけど、ずーっと。PR、ヤクモ。ヤクモ。ヤクモ来いって。なんなの、このダイエー。R のヤクモ。これなんすか、皆さん。なんすか、この これちょっと待って。立ち込めてるんだが。R のヤクモは手に入ったんですが、あれこれ、十何倍、あれ 十何倍とは。困ったな。あれ出ないな。皆さんこんなもんすか？なんか引き、全然来ないぞ。行きましょうか。空振りっぽいものかな。おお、ピンク、来た。ピラーン。頼む。ヤクモでいいよ、本当に。一個か。ヤクモ。つくもじゃない。つくもじゃない。ひじりー。ひじりー。ダブルひじりー。サンタも可愛いけどな。テーブルも一緒ですね。イベントだけかな。あれ、ヤクモガチャとは、これやばいな。撤退した方がいいか、マジで。SR は出たんですけどね。ひじりか。ひじりだったらもうミキサーしちゃいたいな。キャッチャー20丸、送球バント、ささやきと。で、もうひじりちゃんはこの超集中力モード、スペシャルタックと技術ボーナス効果、強烈に強いですね。練習効果アップもついているので、一緒に守備練すると、おそらく最も技術くれるんじゃないかなと。っていう体感は僕はしてますと。もちろん、他、碇進だったり、あとは守備で強いのは小湊杏里とか、いるんですが、なんか最も技術くれるのは聖かなという感じですね。これやばいな。全然、45、辛くないか？ 辛くないか？なんか辛そうな雰囲気出てきたな。行きましょうか。来いよ。収束しろよ、そろそろ。マジで？ほんと出ねえな、ヤクモ。ヤクモ PR も出ないんだけど、鈴本すごいな、これ。鈴本3人来ましたね。ヤクモ R しか来ない。PR のヤクモくんどこへ？次50連目かな。待って。50連目だな。次50連目ですね。あれ？おかしいな。おかしいな。SR も出ないし、ヤクモも来ないし。どうしようかな、ヤクモくん。
困ったな、ちょっと待ってください。今増えたヤクモがいた、今いなかったよな。うん、今日こっからやって、R2 枚 ?3 枚R ヤクモガチャ、ちょっと待って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 、全然考えてた流れと違うんだが、あれ、いや SR もこれなんだ、90連100連目だもん、次して2枚、もうちょっといいでしょ、来ても倍でしょ、倍だよね、黄色い黄色い、黄色すぎる、ヤクモヤクモ、猫、このガチャも引いてないんでね、10連しかもうちょっと待て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 待って、あ、木村ちゃん全然来ないやんけ、このガチャちょっと待って待って待って、このガチャやばいぞ、このガチャやばいかな、え、このガチャやばいのかな、え、今ちょっと待ってくださいね、ゲドウとヤクモの R はいっぱい溜まったんだが、あ、これ45無理かな、なんか全然いける気しないな、50連目から100やって、100やってこれだけか、ちょっと厳しそうですね、どうすっかな、45にしたいんだけどな、こいつマジで、ちょっと待ってください、試しにR 食わせましょうか、これをこう、嘘でしょ全部飲まれたんだけど、ちょっと待って待って待って、全部なんか飲み込む必要ないだろう、R これだけだな、 PR 今回1枚も増えてないんだね、ちょっと待って、やばいやばい、今1くらいは解放するかなと思ったんだけどな、いやこれで3解放いくだろう、プラス3来いよ、ちょっとちょっとガード硬いでしょ君、はい、ということでプラ1プラ1困ったな、これプラス1ですか、困ったぞ、ちょっと待ってください、SR のヤクモだろ、もういねえ今回のいねえマジか、 PR ヤクモ、これで全部だもん、
これで全部だもんな。いやー、ひどいな。どうすっかな、これ。貯めるのか、食わせるのか。いやー、全くわかんないですね。いや、ひどいな。ひどすぎる。恐ろしかったな、今。いやー、あと50連ぐらいだったら行こうかな。ちょっと厳しかったな、今のは。本当に。あいやあいやもう言葉も出なかったっすわ、今のは。いや、ちょっと一回ぐらいね、その45を作るところを皆さんにお見せしたいかなっていうところと、自分が45めっちゃ欲しいんだよね、こいつので。そうだな、45を作りたいな。ちょっとまた追加してこようかな。うん、追加考えますわ。考えてまた出直してきますわ。いやー、あれあれって感じですね。いや、 SR 出ないか、役も。もうちょっとポコポコっといくのかなという感じでしたけどね。こいつつらいな。ちょっとまた動画を区切って、追加するかな、おそらく。と思います、おそらく。で、でもこれ厳しいだろうな。今のところ厳しさしか感じないですね。あれ？単品ピックアップで、しかも SR 確率アップで、これしか出ないの？もうちょっと来てもいいっていう感じですけどね。R6 枚でしょ？ PR3 枚、SR1 枚、10枚。100連して10枚。そんなもんなのかな？そんなもんだとしたらやばいっすよね。やばいっすよね。はい、ということで、ちょっとまた考えてやりたいと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。